Meow.覚えたソードスローっていう魔法でこの崖を越えられるの？ええ、ソードスローで投げた魔法剣は角度が垂直に近い崖に刺さって足場にできるわ。ソードスローは離れた場所にいる敵を倒すのにも使えるけど、あまり威力もないし、使用するたびに魔力を消費するから気をつけなさい。感じは。獣だって前はスライムしかいなかったの。この先にドレインクリスタルの波動を感じるの。見つけて壊していきましょう。ゴブリンたちがお姉ちゃんをさらっていったのかな。
あなたの姉さんってどんな見た目？お姉ちゃんの見た目？お姉ちゃん、ミリアお姉ちゃんは目の色は私と同じで、髪も同じだけど後ろで三つ編みにしていて、私とお揃いのトロンが拾ってきてくれた青いリボンで結んでいたよ。顔や姿もあなたと似ているの？似ているといえば似ているって言われるけど、でもお姉ちゃんの方が背も高くてスタイルいいよ。この人はお姉ちゃんの目ばっかり見てるし。何か装身具のようなものは身につけていなかった？アクセサリー？お姉ちゃんあんまりそういうのは。そういえばこの前あげたピンクの宝石の首飾りをしていたかも。ピンクの宝石、赤に似た色なら可能性があるのに。どうして？ごめんなさい、どうしてお姉さんがさらわれたのかわからないわ。え？うん、そうなんだ。